この町で喧嘩んならちゃんと相手を選べ。大金持ち歩いてるとか特にな。サスビラ切ったってタクシー捕まんないんだから。やだもう、いいから宅代出してよ。あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから俺と朝までねね。なんだてめえ、いてんぜ。おい、ちょっと待てよ。これおいてめえ、
ぶつかっといて何しかとこいてんだよ。ちゃんと謝れっつんだよ。土下座しろ土下座。おい、よしよ、よせ。ああ、え、そう。どうも、すみませんでした。よ、頼んでおいた仕事どう？終わりました。ちょっと封筒が。このままでいいっすか？そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。はい、これ約束の1割。ご苦労さん。どうも。で、これは俺からの気持ちね。いや、それは取り半が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。まっ、これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。取っとき。ありがとうございます。しかしバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てんのは簡単だが、回収しとかねえと商売としてのけじめがつかねえな。ええ、まあ俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。今の世の中、金の本当の価値がわかってるやつなんてほとんどいやしない。その点、額のない君の方が高学歴の若造よりよっぽどわかってる気がするんだけど、そうじゃない？俺にはわかりません。それじゃこれでなあ、うちに来ねえか兄ちゃん。君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。いい飯腹いっぱい食って、いい女を好きなだけ抱ける。それだけじゃない、金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え。手っ取り早くのし上がるにはうちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれませんけど、一度極道になったもんは時間を巻き戻せない。それが答えか。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。さあな。俺はヤクザになったことねえからわからねえ。まあ気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃ。ちっ、金貸しが偉そうに。めんどくせ。
後で返すっつっ困ります、勘弁してください。ごちゃごちゃうるせんだよ。いいからさっさと出せ。誰か助けて。おい、なんだよ、見てんじゃねえぞ俺。おい、ヤクザじゃねえのかそいつ。バカ、ヤクザったって年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。お前らこの町に来んのは初めてか。え、だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんだな。カムロ町を歩き慣れている連中ならこの辺りでバカはしねえ。なんだと、ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ。ああ相変わらず容赦ねえな。錦、おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ、おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩って、おとなしくヘルスにでも行けってろ、ガキじゃあるめえし。興味ねえ。相変わらず硬いね。まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。ああ、あの、ありがとうございました。は、いや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ錦。しっかしよ、お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。まあな。これで風間のおやっさんも少しは安心するか。さあな。あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ、こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやっさんが無所から出てくるのは年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になってさ。
へえ。なら、まずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちっと変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな、極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見栄のためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見栄張ってなんぼだぜ。そんなもんか。そんなもんさ、カタギのくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。奴らにとっちゃ外見が全て。ちっ、分かった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。さあ行くか。ちゃんと出入りしてるか。当たり外れも含めて何でも知っとかねえとな。金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ。金は使いようで売買にもなる。で、その手の情報をつかむには街で遊んでアンテナ張らねえとな。この街で忍ぶってのはそういうことさ。可愛い女子大生がよりどりみどりと言われ、ついていったらバーバーばっかり。5000円ポッキーのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つうか、そう思わねえとやってられねえだろう。なんだよ。今のは物の例えであって、別に俺が実際に体験したってわけじゃ。まあとにかく今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しめ。いいな。
さあ行くか。行くぞ。